どうも山田です。なんだかんだお昼に食べる牛丼うめえよなと思ったことがある方、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。やっぱね、僕いろんな国にね、なんだかんだこう遠征とかさせていただいております。で、各国ごとに美味しい食べ物あるんですけども、日本の食べ物美味しい、何よりもチェーン店がですね安くてうまい。もう特に牛丼なんつうのはですね、もうワンコインでめっちゃ腹いっぱいになれて肉うめえってなるわけですよ。もう僕帰国してきてですね、空港とかにあるんですよ、吉野家さんとかがね、もうねスッと入っちゃう。日本のだししみしみ肉食べたいって感じになっちゃうんでね、入るんですけれども、そんな吉野家さんがポケモン GO のスポンサー企業から撤退だそうです。悲しいですね。まあ今までもですね、ポケモン GO の、ね、スポンサー企業さん、いろんなところがなっては離れて、で、その後また別の企業さんが入ってっていう感じでですね、結構まあ、ローテーションというわけじゃないんですけれどもね、結構切り替わっています。なので、まあ今回のことはね、まあちょっとネガティブな気持ちもあるんですけれども、まあじゃあその分別の企業さんが入ってきてくれるかもしれないということでですね、まあ前向きにですね、捉えようと思っているところなんでございます。で、今回のこの動画はですね、まあそんな吉野さんのお話をね、冒頭にさせていただきつつですね、今週のポケモン GO、押さえるべきポイントいっぱいございます。今週ね、なんだかんだですね、新規イベントポトポトポトと、始まりますんでですね、押さえるべきポイントの話をしていこうと思います。それじゃあやっていきましょう。はい、ということでですね、悲しい悲しいお話、吉野家のスポンサー終了でございます。こちらの期間なんですけども、年内はですね、一応ですね、スポンサー企業として、まあ残ってくれるとのことです。2023年12月31日ですね、をもって、ポケモン GO のスポンサーを終了というふうになりました。なので来年ですよ、2024年の1月1日からですね、吉野家さんのジムとかポケストップがゲーム内から削除というふうになります。はい、これ悲しいですね。吉野家さんね、結構いろんなところにあるじゃないですか。じゃあ例えば駅前みたいなところにもありますし、結構車の通りの多いですね、はい、ような、ドッキリ道路とかの、脇にもね、結構そのもうスッとね、こうそのままね、こう駐車場とかもあって入れたりとかするので、かなり、吉野家さんのポケストップお世話になっていたよというトレーナーさんがいるのではないでしょうか。まあ僕自身もですね、まあよく行く街とかにね、やっぱ吉野家さんいっぱいあるんですよね。なのでそういうところのポケストップジムかなり回させてもらいました。ということでね、吉野家さん、これまで本当にありがとうございました。うん。で、これね、ちょっとだから皆様気をつけた方がいいのはですね、もう終わっちゃうんすよね。消えちゃうんすよね。なので、例えば、こういう、だ、吉野家さんのじゃ、ジムとか、あるじゃないですか。こういうところに、例えば12月31日にね、ポケモン置いても結局これ消えちゃうんで、で、なんかそういうことがあった時、かつてはですね、なんかその、置いてたポケモンがなんか消えちゃった、みたいな、そういう報告とかあったんですけども、一応ね、昔そういうことがあった時にですね、ナイアンティックちゃんと、そのポケモンをですね、返却っていうのは一応してたはずなんですよね。まあ、なので、まあ、一応なんかそういうジムが消えることの弊害とかっていうのはないことにはなってるんですけども、もしも万が一ね、ナイアンティックさんって昔対応したやつをちょっと何年か経った後に、まあ、対応してくれるだろうと思ったらしてくれないとかあるんで、一旦ですね、僕年末になってきたら、吉野家のジムとかにはポケモン置かないことがいいんじゃないかなと。思います。あんまり不用意に置かない方がいいかもしれませんね。はい。あとは、まあ、こういうところがですね、例えばジムのレベル上げてましたよ、金ジムになってたよ、みたいなところはなくなってしまいますのでね。で、まあ、これに関してはもう仕方がないんですよ。ね。なので、まあ、ちょっとそういうところは、年内しかお世話になれないんだ。じゃあ、そこのジムから大量にアイテムをもらえるみたいな感じのことはもうなくなるんだな。はぁ、っていう、心の準備をしましょう。はい。今年で消えてしまうという事実を受け止めていきましょう。ただ、まあ、今までもですね、なんかこういう、じゃあ、例えば今回吉野家さんじゃないですか、牛丼チェーンなわけですよね。だそういうところが抜けたら、別のそういう牛丼チェーンさんがね、入ってこれる余地っていうのがありますので、だからもう本当に僕はお願いしたい。すき家さん、松屋さん、あと中尾さんとかでもいいですね。スポンサー企業になってくれませんか、ポケモン GO の。もう僕、どこも好きよ。中尾行くと、ま、牛丼っていうか、僕はなんか、定食とかうどんとかそっち食べちゃいますけども、松屋だったら味噌汁がついてくるから美味しい。あと、松屋はね、僕、カレーが好きね。牛丼も好きだけど、カレーも大好き。で、すき家はですね、高菜明太米。よろしくお願いします。
それではですね、今週1週間のポケモン GO のイベント内容の方を見ていこうと思います。まず、この動画が出てる月曜日なんですけれども、まあ、まだね、何かイベント終了っていうタイミングでございませんね。今、継続で出ているハロウィン、イベントパート2と、あと、ロケット団の戦況イベントですよね。これは火曜日に終了なんでね、月曜日も安心してください。ただし、もう猶予はございません。イベント間もなく終わりますのでですね、火曜日までにやっておくべきこと見ておきましょう。まず、ハロウィンイベントですよね。2023パート2。ここで限定で出てるピカチュウやゲンガー、あとはですね出現率が上がっているゾロア、これの色違い、この辺を皆様狙っていきましょう。それ以外だとですね、新コスとか旧コスチュームのやつらかで言うと、ロコンにポッチャマにバケッチャー、はい、こういったポケモンたちもおります。どうでしょうか、皆様お目当てこれの色違いだけは絶対引きたいよと思っているやつ引けましたかね、まだですかね。はい、ちょっとですね、まあ時間もあんまないんですけれども、まあちょっと最後のラストチャンスですね。はい、最後のラストチャンスってちょっとね言葉重なりましたけど、ラストチャンスなんでね。はい。ぜひぜひですね、いたら必ずタップしておきましょう。で、今回のイベントが終わったら、おそらくですね、このハロウィンゲンガーとかですね、この辺ね、本当にあと1年は出てこないんで、まあ、登録してなかったなっていう方はですね、一応1匹捕獲とかはね、しておいた方がいいのではないでしょうか。あとは、これ意外とですね、みんな、ちょっとね、もう忘れてるかもしれないんですけど、今回タスクから出てる墓地ですよね。はい。これ墓地ね、このイベントハロウィン終わった後ね、どれくらい出るのかマジでわかりません。墓地の雨集めとか高個体値集め、最後のもうチャンス、今週の火曜日までがねラストチャンスなのでね、一応ね集めておきましょう。あとはですね、今回のイベントボーナスですね、ナイスグレートエクセレント、これをで入れた時の雨や XL の雨の追加のね入手っていうのをですね、ボーナスが終わってしまいます。まあ、なので雨稼ぎですよね。はい、こちらもですねラストスパート頑張っていきましょう。今だったらね伝説レイド、まあダークライが出ているので、ダークライの雨集めっていうのもちろんやりやすいですし、あとはまあ野生で出てるポケモンたちのですね、まあじゃあ例えばじゃあ闇ラミとかね、ああいうスーパーリーグで使えますよみたいな、なので XL の飴が必要なんじゃみたいな、そういうポケモンもね結構ねいますので、そういったポケモンたちの飴稼ぎのラストスパートも頑張っておきましょう。そしてロケット団の選挙イベントですよね。まあこれルギアの方はねもうすでに終わってしまったので厳選はできないんですけれども、まあ榊のですね手持ちが、まあ新しくレジギガスになっていたりとか、でもこれはねレーダー持ってればね、別にこの火曜日までじゃなくてもいいので一応やれますよと。ただ八つ当たりの削除ですよね。はい、この辺がですね今回のイベントが終わったらまたしばらくできなくなりますので、その点は要注意って感じですね。あとはレイドですよね。シャドウレイド狙いたいやつがいるんだったら、その辺も一応やっといた方がいいのかなって感じですね。ルギアも出ないので、この下、星さんレイドのやつらでございます。まあ、人もしとか普通に強いしね、ゴースもそうか。この辺はねロケット団たちからもね一応ね狙えますけれども、まあサクッとレイドで入手するっていうのはまあ別になしじゃないのでね、はい、この辺取りこぼしがないかっていうのをチェックしておいてください。そして火曜日はですね18時19時スポットライトアワーございます。今回の対象ポケモンはデスマスですね。はい、デスマス、さらに捕獲時の雨2倍なんですけど、これすごいよね。これデスマスのまずボーナスとして捕獲時の雨2倍がある上に、今回ですねその先ほども紹介したイベント期間中ね、ナイスグレートエクセレントだと雨追加でもらえるじゃないですか。なのでデスマスの雨めっちゃ稼げるんですよ。まあデスマスそんなに雨いるかっていう話はあるんですけども、まあ一応稼ぎチャンスっていうことになっております。だからこれデスマスじゃなくてレイドバトルとか貯めてるタスクですよね、を消化するっていうのもありかなというふうに思います。なんか雨いっぱい欲しいなみたいなやつをですね、まあ今日からちょっとタスク軽くストックしといて、それの解放を火曜日にするみたいな、そういうことでですね雨ガッポガッポっていうのも一応ありかなというふうに思います。そして火曜日にイベントが終わって、水曜日新しいイベントがスタートいたします。ディアデムエルトス2023ですね。で、こちらのイベントですね、11月の1日と2日、2日間しかないんです。ね。なので、皆様、ぎゅっと集中してですね、狙うべき、ポイントをですね、しっかり押さえておいてください。今回はですね、カラカラとガラガラですよね。それぞれがですね、花飾りをつけたのが来ますよと。カラカラ色違いワンチャンありえますんで、まぁ、ちょっと狙いたいですね。ただし、今回これカラカラね、あんま出ないっぽいんですよね。見ていきますけども、まず野生ですよね、とあとお香もなんですけど、出現するポケモン切り替わりますね。野生でですね普通に出てくるのがヒマナッツ、闇ラミ、ロゼリア、花飾り、ヨマワル、はい、これは去年見たやつですね、と不安定と人もしで、運が良ければ出るようにカラカラです。マスボクレなんですよ。なのでカラカラ
あんまり野生湧かないっぽいですね。で、ルアーと、お香ですよね。で、出てくるポケモンは、まあ、こんな感じ。まあ、ヒマナツ、キマリ、デールビル、ヤミラミ、ロゼリア、ヨマワル、不安定。はい。まあ、この辺は野生と同じですよね。で、お香から出てくるの、レア枠がカラカラとオレンジのフラベベ。はい。あんまいない。だから、カラカラ。うん。野生とお香からあんま出てこない。でも出なくはないから頑張って狙ってね、色違い出たらラッキーみたいな、そういう感じになってます。で、あとタスクもですね、今回カラカラいるんですけど、ここもやっぱり運が良ければレア枠です。はい。ヒマナツ、不安定、ヒトモシ、まあヒトモシとかはね、シャンデラまあ厳選できるの嬉しいですかね。はい。って感じなんですけれども、まあカラカラの色違いがものすごく難所で、好き感も短いので、なので、色違いカラカラ、この花飾りのやつですよね、手に入れられたら皆様おめでとうございます。めっちゃドヤっていいと思います。で、レイドボスですよね、はまあダークライとメガジュペッタがそれぞれですね、星5メガにありまして、マリールリブラッキー、ハリテヤマ、落とし鳥が星3レイドで、花飾りカラカラが星1レイドとなっております。はい、ここですね。はい。もしもカラカラの色違いが欲しい方はですね、星1レイドめっちゃやれということですね。逆にカラカラしか出てこないので、ピンクのレイドパッと出たら、もう、カラカラだって言ってですね、まあ、絶対もう張り込んでおくみたいな。そういうことをしても、まあ、いいんじゃないかなというふうに思います。お金が飛んでくなぁ。レイドパスいっぱい使うなぁ。ルギアとかでも結構使っちゃったからなぁ。なんだかんだ夏のでかいイベント終わった後、課金抑えようと思ったんですけども、無理ですね。あとイベント期間中お披露目ですよね。ヨマワルがピックアップされます。イベントアバターとしてですね、ディアデウムエルトスにこうちなんだ仮面ですよね、っていうのが一応ございますよと。去年はまた気しますけどね、これね。で、こちらのイベントが、まあ、水木という形になりまして、この水と木それぞれですね、レイドに関するねイベントございます。まず水曜日はいつも通りレイドアワー。今回のレイドアワーの対象ポケモンはダークライですね。はい、ダークライの厳選ラストチャンスでございます。色違い出ましたか、候補たち出ましたか、出てない方はここの水曜日で全力を出しましょう。僕も頑張ります。そして木曜日からはですね、新しい伝説でゲノセクトですよね、こちらのアクアカセットが出てきます。ゲノセクト虫鋼なんでですね、もう炎を当てりゃ一コロでございます。はい。なので、まあ、ここに載ってるレシラムやシャンデラやヒヒダル、まあ、こういったポケモンたちですよね、を編成してあげましょう。すごい、もう DP もうトップの方もう炎タイプしかおりません。はい。弱点がもう逆に炎しかないので、これを当てる以外の方法はありません。はい。もうめっちゃ軽減する、それ以外はね。うん。まあ、ということで皆様、6匹炎タイプをね、並べて、ゲノセクトを燃やし尽くしましょう。そして同じ日にですね、メガ、レイドがメガヘルガーにですね、切り替わります。メガヘルガー、まあ、炎、悪タイプか。どの辺のポケモンがいいんだ、やっぱり海洋ガか。ね。海洋ガとかランドロスとか、でもちょっとね、あれが古いかな、情報が。まあ、水、地面、格闘、こういったですね、技を当てていきましょう。あ、岩でね、ラムパルドもやっぱ上位入ってきますね。はい。対策できるポケモンの、ね、幅結構広いんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、週末なんですけれども、土曜日からですね、メキシコの方で、シティサファリが開催されております。ただ、まあ、ここまでのですね、開催されていた韓国とスペインの、シティサファリ、それと連動する形のイベントっていうのは特に全国でね、開催されておりませんでしたので、まあ、日本国内のね、基本的にユーザーさんっていうのは、まあ、影響はないのかなというふうに思います。今回僕はね、ちょっとさすがに2カ国行ってきたね、メキシコの方は、辞退と。はい、まあ、辞退っていうかって感じですけどね。はい、どんだけ行くねーって感じになりますんで、まあ、EV のねー色違い、シティサファリ限定 EV の色違い欲しかったけども、まあ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 、またいずれね入手できる機会があると思いますので、今回は一旦スルーということですね。まあ、なんで11月中は日本におります。11月中って言うとなんか12月なんか行きそうだな。今のところ未定です。で、日曜日ですよね。この日にウーパーのコミュニティデーが開催となります。で、今回ウーパーがですね、通常のウーパーとパルデアウーパー両方ともがね、出てきますよと。両方の色違い狙うことができます。いつも通りのコミュニティデーですが、まあ一応説明していきましょう。時間は14時から17時の間でウーパーとパルデアウーパーが大量発生いたします。で、今回ですね、パルデアウーパー及び進化後の動画初実装ですね。初実装&色違いも来るということで、
非常にですね楽しみなイベントでございます。今回ウパーですよねがそれぞれですね、まあ、進化後ヌオーとドオー、技が変わります。ヌオーがアクアテール、ドオーがメガホーンですよねをそれぞれ、期間限定今回のコミデ中覚えることができます。で結構ねドオーが強いんじゃねえかみたいな話は聞きましたね。まあ両方ともですねそのレイドとかねで使うタイプのポケモンではありません。なんか PVP っていうところでね強いんじゃねえかみたいなそういう話みたいですね。で今回のこのイベント中なんですけども孵化装置に入れた時の距離が4分の1になるボーナスが発生いたします。ということでですねまあウパー狩りねウパー大量ゲットっていうのをですねこう聞い取られてですねあそういえば卵孵化装置に入れるの忘れてたっていう風にならないようにしてください。またこれ14時からのですねイベント始まってからそれ以降に、孵化装置に入れた卵しか4分の1の効果っていうのは反映されません。なのでこの日ですね間違っても午前中とか昼過ぎとかね、コミュデが始まる前にですね、卵をですね孵化装置に入れないようにしてください。あとは捕獲時の飴ボーナスですね。捕獲時飴2倍 XL も2倍と、あとは限定のフィールドリサーチですよね。タスクの方もねウパーパルデアウパー両方ともあることが判明しておりますのでね、まあ、タスクも積極的に取っていきましょう。あとはいつものコミデ同様お香やルアーモジュールの効果時間が3時間になったりとかこうスナップショットのサプライズ写真をパシャッと撮るとねシュッとこう入ってきたりだとか、交換ですよねポケモンのトレードですよねの交換ボーナスで星の砂が半分になるのと特別な交換が2回までできるようになります。ということで低個体値色違いみたいなのがいたらフレンドさんとねお互い交換しても良さそうですね。で今回のアディショナルレイドですよねについての説明させてください。コミデが終わった直後からね開催されるアディショナルレイド、こちらはですね星4の状態でですねコミデ対象の進化前とかそういうのが出てくるやつで今回ウパーとパルデアウパーですねが星4レイドとして登場します。でこれを倒すことによってそのレイドですよねを開催されていた地面の周辺ですよね、300メートルにですね、まあ対象のでコミデ対象のポケモンがまた出るようになるよとさらに色違い確率も上がってるよってやつですね。はい、こちらが今回もございます。なのでコミデちょっとね日曜日17時まで無理なんだよな17時以降しか参加できないんだよなという方はですねジムの近くでですね、ポケ活しているとウパーとパルデアウパーがまた出るかもしれません。まあご自身で倒してもいいですし、人が倒したところの周りに行くとかどっちでもね、こちらやれますんでですね。はい、ジムが多い地域でのポケ活が夕方以降は吉ということですね。はい、ということで今週めっちゃイベントあるイベントが終わるタイミングイベント2日間限定レイドの切り替わり週末はコミュデーみたいな感じなんでひたすらにポケ活の1週間でございます。はい、というかもう11月になりますね。はい、やばいな。でねポケゴーって12月がまた一気に忙しくなるんですよ。だから今月ポケ活ね来るイベントわーわーわーって遊んでたら11月の下旬ぐらいにもう年末の12月のイベントダーンって発表来てうわーみたいなわーやることいっぱいだーみたいな感じになっちゃうんで今のうちに呼吸を整えててください。はい、11月の上旬中旬ですね。はい、ここで一旦息整えてよし来い年末来いみたいな感じにそういうですね心積もりをしておきましょう。はい、ということで今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。私はまだ X インスタグラムやっております。よかったらフォローお願いします。ゲームチャンネルサブチャンネルポンタンチャンネルございます。もしよろしければこちらもチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。